この動画は、お友達の結婚式のために、ウェディングクッキーを作った動画です。レシピはオリジナルではなく某大手のね、レシピを使ったので、配合等は特に概要欄に記してありませんが、よかったら参考にしてください。チャンネル登録待ってるよん。パン作りで一緒に笑顔になろう、ふわっと世界一の幸せパンクリエイターあずみんです。いや、まだねこの肩書きを言うのに慣れなくてですね、ちょっとずつ慣れてきたんですけど、まだねスラスラ出てこないということでですね、はい、今日はですねパンじゃなくてねお菓子作りをしていきます。クッキー缶をね、明日友達が結婚式をするっていうことでですね、この間ウェディングパン作ったんだけど、やっぱねいまいちだったからね、なんか自分の中でも納得がいかなくてね、全然お祝いした感じに思えないので、クッキー缶を作っていこうかなって思います。夜暇があればパン作りしようかなと思うけど、ちょっと考え中ですね。お荷物にならないかなっていうのを一応確認したら大丈夫だっていうことだったから、プレゼントしようかなっていうふうに思ってます。ほら結婚式って当の本人たちは食べる時間がないんですよね。すごい美味しいお料理が目の前に並ぶけど、胸もいっぱいだし、いろんな人とのね交流をするために、食べているゆっくり食べている時間ないんですよね。だから帰った後ね、さらっと食べられるものをなんかねプレゼントできたらいいかなっていうふうにちょっと思ってますね。だからちょっと簡単なパンも作れたらいいなとは思ってるけれども、あんまり小麦小麦しちゃってもねあんまり良くないかなと思ってちょっとどうしようかなと思ってるけど、とりあえずクッキーを今日は作っていきます。で今回はレシピ動画ではなくて、ただ作るところを 見せる動画ということでね、某大手のねレシピで作っていきますので、自分のレシピではないのでちょっと概要欄に分量を書くことができないんですけど、作っていきたいと思います。作っていくのをちょっとちょろっと細切れをつなげて、動画にしようかなっていうふうに思ってます。まずですね、バターと砂糖を、ね、ボウルに入れてですね、これをハンドミキサーで混ぜていきます。すごい量のバターでございます。なかなかねすごい量、こんな量を使うことはまああんまりないっていうくらいのバターの量なかなか激しい。はい、そしたらですね、ここに卵黄とバニラオイルを加えて混ぜる。卵黄ですね、常温に戻してあります。それからバニラオイル、こんなに入れていいのかな、適当適当でございます。はい、そしたらですねこれを混ぜていきます。はい、そしたらここにアーモンドパウダーを加えて均一になるまで混ぜていきます。アーモンドパウダー先ほど計量してですね、ザルでこしてあります。じゃん、これを入れていきます。はい、そして均一になるまで混ぜる。生地を取り分ける。生地を取り分けるっぽいですね。じゃあゴムベラちゃんを使ってですね、 OK。 そしたら取り分ける。これは後でまた使うので、この今取り分けたやつに薄力粉、ふるい入れます。もうね、ちょっとこうやって出ちゃっても気にしないで、ふるい入れで、これで切り混ぜをします。切り混ぜだけどちょっと粉が入んないからこすり混ぜするわ。よいしょ、はい、固まってきました。したら、袋に入れる。で袋にねさっき印をこうやってじゃん書いてあるので見えますかね、線を書いてあるのでここの線までね入れていく。よいしょ、ほい、よし、これで線のところまでやって、袋を、あ、なるほどね、なるほど、綿棒で伸ばす。じゃーん、
はい、そしたらこれを線のところで折って綿棒で伸ばすみたい。ほい、なんか場所が狭すぎて危険だ。でもなんとかこの狭さでやる。よいしょ、いい感じでございます。うん、いい感じ、いい感じ、できたよ。そしたらこれは冷蔵庫で15分以上は冷やす。はい、そしたらこの子を冷やしている間にですね、次の生地をやっていきます。はい、これを残りの生地をまた、はい、それでは今度は紅茶の方を作っていきますね。紅茶生地のクッキーね、取り分けたやつをですね、元ので、これに、また、薄力粉をふるい入れていきます。紅茶を加え混ぜる。はい、そして薄力粉をふるい入れる。はい、はい、そしてちょっと一旦片付けます。それでは混ぜていきます。で、これも切り混ぜなんだけれども、切り混ぜしても粉が混ざらないので、ある程度こすっていきます。熱い。この紅茶のクッキーはね、結構美味しいんだよね。うん、美味しいんですよ、これが。はい、そしたら、これをラップに包んで、円柱形に整えるということで、整えていきます。これはね、丸の形にして後で冷やした後切っていく感じになるので、冷やした後切っていく感じになりますね。はい、はい、9.5 センチ、まあ、10センチくらいいいね。この丸がね、綺麗じゃないと意外と可愛くないので難しい。こんな感じかな。9.5 センチ、ちょっと長いな。こんくらいかな。長すぎてもね、今度は円が小さくなってね、あ、なんか四角っぽくなって、転がせ、転がせ。よし、これでどうかした。あ、いいですね。こんな感じで円柱状になったので、冷蔵庫で冷やしていきます。はい、ではココアの生地を作っていきます。この残りの生地にですね、まずスライスアーモンドを入れます。スライスアーモンドはローストしてます。で、これにスライスアーモンドを入れてから、ちょっと混ぜて、うわー、早くやらないと生地が熱いからバターがやばいな。で、これに薄力粉とココアパウダー一緒に混ぜてくれていきます。したらこれをまた切り混ぜしていきます。はい、はい、そしたら、ラップに包んで、12センチの四角い棒です。ラップに包んで、これを包んで、あ、ギリギリかも、太さが。柔らかいから今のうちなら四角ができますね。よし、角張ってるのをしっかり出した方が可愛いですよ。いいいいいい、うん、いい感じじゃない。はい、はい、これで OK ですね。はい、じゃあこれを冷蔵庫で冷やしていきます。
はい、そしたら最初のね、冷やしていた生地を出します。で、これを袋から取って型抜きで4枚抜く。で、残りを、切るみたいなんですよね。型どうしようかな。やっぱ結婚式だからハートがいいかしらね。うん、ハートが良いと思うわ。よし、よいしょ、はい、こんな感じでいいかな。はい、じゃハートの型抜きをちょっと取ってきましょう。この型もいっぱいあるけどな、なんか花とか星とかもあって可愛いなと思う。いろいろ作ろうかな。はい、本当はね花なんだけれども、花も作ろう。じゃあ花で、これは抜いたらそのまま天板に乗せてくっぽいね。これ花びら細いからちょっとね、花びらが割れないように取るのが大変だわ。でもこれ可愛いからもう一個やろう。よいしょ、ほい、オッケー。そしてやっぱハートをね、ハート、はい、もう一個ハート、はい、2人で食べるだろうからね。の残りを切る。はい、でこれ残りなんか抜けるから抜こう。でこれを8等分、うん、はい、そしてグラニュー糖をつける。でのせるって感じだね。なんかのせてからかけた方が良さそうだな。でこれでグラニュー糖をかける。さっき測っといたのでかけるね。残りの生地はまとめ9等分。はい、そしたらですね、残った抜いた破片ですね、これを筒状にする。筒状にする。もうそのまま天板に乗せていけばいいかと思ったら、一回バットに乗せて冷やすんだったから、冷やすためにバットに乗せ替えました。はい、これで9等分ね。はい、これがアーモンドよ。こんな感じでできております。はい、これがアーモンド用ね。アーモンド用で、アーモンドを乗っける。かわいいな。はい、アーモンド用でございます。そしたら残りを5等分していきます。こうですね。そしてこれを、はい、ピスタチオダイスを乗せていきます。よし、OK ですね。はい、じゃあできたので、これはラップをしてですね、一旦冷蔵庫に入れていきます。はい、そしたら紅茶の生地ですね、これ10等分にして、天板に乗せていきます。半分で切って5だね。2、3、4、5、これでいいかな。1、2、3、4、5。はい、これ丸くね、可愛くした方がいいので、このクッキーじゃない、紅茶生地のクッキーがね、すごい美味しい。はい、このように10個並べることができましたので、今度はココア生地のクッキーいきます。なんかまだきついかな。もうちょっと冷やした方がいいね。なんかバターが固まりきれてなくて、ちょっとゆるゆるだから、もうちょっと冷やしたいと思います。というわけで、これを冷やしている間に洗い物をしちゃいたいと思います。大量の洗い物が出てるのでね。はい、
では冷蔵庫に冷やしていた、天板に乗せてあったねクッキーたちを、天板パッドに乗せてあったクッキーたちをこんな風に並べました。今ね予熱中です。あとねココアの生地をですね、切って乗せていきます。もういいかなって思いますけれども、どうかな、あ、いいですね。さっきよりはいいです。さっきねまだニュルニュルだったから。はい、そしてグラニュー糖をこの上でつけた方がいいかも。よいしょ、まんべんなくつけて、そのつけて、まんべんなくつけて、こっちもつけようかな。よいしょ。したらこれを切っていきますね。6等分ね。よいしょ。はい、きれいな四角にして乗っけていきます。うん、いい感じだぞ。嬉しい。よし、いい感じにできましたよ。はい、こんな感じで並べることができましたので、これで焼いていきたいと思います。もうすぐ余熱が上がりますね。はい、じゃあ一回切ります。はい、焼き上がりました。焼き上がったんですけどね、まだしなしなしていてですね、トングで取ろうとすると崩れちゃうので、このままちょっとしばらく置いとこうと思います。はい、そしてこちらはこんな風に焼き上がっております。これをですね缶に詰めていきたいと思います。はい、詰める缶はこちらですね。かわいいでしょう。このために買っておいたやつですね。これに詰めていきたいと思います。ペーパーをね、ペーパーナプキン引いて綺麗にね詰めていきたいと思っております。そして後ろに用意しているのはですね、食パンを、ね、作ろうと思って、食パンを一緒にプレゼントしようと思ってます。はい、このように詰めることができました。実際この花のところがねハートのやつをしっかりね入れる形にして、詰めてお渡ししました。とっても喜んでくれてね、次の日にカレット食べましたっていう風にね、教えてくれました。喜んでもらえてとっても良かったです。若干ね私は甘いかなと思うので、お砂糖もちょっとなんとか量を調整したらいいかなとか、ちょっと別のお砂糖にした方がいいかなっていうふうにちょっと思っているんですけれども、すごく美味しいレシピでですね喜んでもらえてとても良かったです。今度はね、その子にね、教えながらね一緒に作るっていう機会を持てたらいいなっていうふうに思っております。はい、というわけで、今日は、この動画を見てくださってありがとうございました。この動画が良かったな、作ってみたいななんて思った方はですね、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。また私アカウントをですね、新チャンネルを開設をしようということでですね、来月から新しいチャンネルを運営していこうと思います。また概要欄などでですねお知らせさせていただきますので、そちらも合わせて見ていただけると大変ありがたいです。そちらはですね、もっとね、本当に初心者さん向けの、ちゃんと、パンのね、コンテンツにしていきたいなって思ってますので、よかったらね、そちらも、ご登録お願いします。はい、というわけで、いつも見てくださってありがとうございました。